安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。5月12日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日の関東地方曇りです。気持ちいいんですけどもね。今日この後雨の予報が出ています。群馬栃木では夕方から、東京など南部は日付が変わる頃から雨が降ります。東京の降水確率午後 10%、 夜は 30% です。予想最高気温、東京千葉で25度、熊谷で27度、前橋宇都宮で26度、横浜で24度です。天気西から崩れてきていまして、九州から近畿は断続的に雨が降っていまして、雨足が強まっています。太平洋側を中心に発達した雨雲がかかり、雷を伴った激しい雨の降るところが西日本ではあるようです。九州や四国は局地的に非常に激しい雨が降る見込みとなっていて、四国地方では200ミリ近い雨が予想されています。そしてこの雨なんですが、関東には月曜日前線が通過します。月曜日にまとまった雨になります。特に朝と夕方雨足が強まる予報で、警報級の大雨になる可能性があります。気温は月曜日23度の予想です。週明け月曜日朝と夕方かなり雨が強くなるということですね。そうなんですね。そして1週間天気見てみますと、月曜火曜と傘マークがついています。水曜からは天気のいい日が続きそうです。気温は25度前後の日が多く、この時期らしい気温になりそうです。かなり量の多い雨になりそうだということですね。最近は台風の前にね、かなり雨の被害が出るということが本当に毎年繰り返されてますから、心配ですね。そうですね。そして今日は地下鉄ですね。東京メトロ東西線が一部運休ということで、南砂町駅の線路の切り替え工事のため一部の区間ということで、東陽町南砂町西葛西、ここが運休するということなんですね。駅のホームと線路の増設に向けた切り替え工事、金曜日の終電の後から始まり、明日月曜日の始発前まで行われる予定ということです。東西線ね、利用される方多いですからね。東陽町と西葛西の間が運休になってしまう。お出かけの方ご注意ください。運休区間はバスによる代替運送がありますので、そちらも利用できますし、さらには JR 京葉線や都営新宿線、さらには JR 総武線でね、西船から秋葉の方まで行くという迂回ルートもありますので、ということで地下鉄のそれぞれサイトなんかを使って行き先検索してみてください。そうですね。中澤さんは千葉ですから、東西線運休というともうすぐイメージできますね。本当です。これは困ったっていう感じですよね。そうですよね。火災で降ろされても困っちゃいますよね。そうですね。せめて、せめて東陽町までみたいな。そうですね。そうですよね。私も行徳に住んでましたから、なんだよ、東西線の最も暑い区間じゃないか。、ね、南砂町東陽町越えるあたりが、ね、一番混みますしね、だんだん地下に入ってくるあたりで、だんだん地下に入ってきてね、ぐっと盛り上がってくる感じ。さあいざ茅場町みたいなね、さあ大手町みたいな感じでぐっと、まあまあそれだけに駅のホームの増設が必要なんだと思いますけど。なるほど。そういうことでしょうね。納得ですね。そうですね。お出かけの方ご注意ください。西葛西東洋町間、真ん中に南砂町ありますけれどもね。はい、はい、いいですよね。私行徳から都内に通ってた時には南砂町がね、結構あの街並みが結構車窓から見えるんですよね。すると砂町第二中学校かなんかの校舎とグラウンドが見えるんですよね。ちょっと違ったかな、砂町何中だったかな、世界に羽ばたく砂町二中みたいな、なんか書いてあるんだよね、キャッチフレーズが。それねよく見てましたね。まだあるかな、どうでしょうかね。そしてまあ
都内、千葉、首都圏お住まいの方はお分かりかと思いますけども、東西線これ真ん中止まっちゃうってなると代替バスだって大変な大動脈ですからね。一体どうなってるのかということで少し私もいろいろ見てみましたけども、もう代替バスがもう国際見本市みたいになってるみたいで、バスマニア、バス好きの少年たち急げそんなにすごいことになってるみたい。どの辺、次から次へ来る感じが、もうだから首都圏からもうバスがたくさん集まって、いろんな種類のバスが、そういうことです。私が確認しただけで都営バスでしょ、そりゃ来るよね都営バスね、それから京成バス来るでしょ。なるほど、来ますよね京成バス、ね、はい、千葉中央バスも来ますよ。おー、さらには少し遠いところから西武バスが来て、ああ西武バスみたいなね、西武が行くんだったら東武も来るよって東武バス、ね、そして京王バスですよ、京王バスですよ、そうですよ、結構西の方から来てくれるんだな。東急バスも来てますよ、わあ見たことないシルバーみたいなね、国際工業バスも来てますよあと京急バスも来てた。ですか、どう、すごい興奮するでしょ、特にバスがそんなに普段意識しない人でも、うん、っていう感じがするでしょ。本当にそうです、ね、うん、大体バス東西線の代わりに来てますからね。すごいよね、見てみたい。そうですね、そんな気がしますけどもね、次どのバス来るかななんて言ってね。本当です、で新しい車両が来たりなんかして、なんて、これ出してくれたんだね。普段ね、乗り慣れてないと楽しいよねきっとね、あ、そうでもないですか多分楽しいですよ。そうだよね、きっと。私はずっとあの小さい時バス通学だったから、もうバスに対しての思い出ひとしおだから、もうぐっと来ちゃう。運賃箱が好きだったね。運賃箱大好きだからね、小さい時に運賃箱クリスマスプレゼントに欲しいって言って大変なことになりましたからレアですよ、すごいですよね。代わりに手提げ金庫もらったんだこれで我慢してくれって言われて、苦肉の策ですね、苦肉の策でね、でそれ持って親戚のとこお年玉もらいに行ったから手提げ金庫を持った幼稚園児がさ、お年玉もらいに来たらびっくりしちゃうよね。集金だよね、何の集金かって感じで。でも本人的にはね、すごいもうその運賃箱大好きだったからすごいシステムだよねそれから皆さん昨日ニュースご覧になってて知ってると思いますけど、オーロラですよね。あんまり喜んでもいられないみたいですけれども、当然緯度の高いところ、普段は60度から70度くらいのところで観測されるという、まあ、オーロラ自体ね、極光って言って北極の方で見られるのが北極光、一方南極光っていうね、あ、そういう名前がついてるんですか、もう、そうなんですよ日本語で言うとね。ということで太陽フレア、太陽の爆発から来る太陽風の影響を受けてオーロラが観測されているということなんですけども、これまでで最も大きい爆発が、太陽爆発が8回ぐらい発生したということで、それで緯度の低いところでも観測されるんじゃないかということのようですけれども、北海道の名寄ですか、北緯47度くらいですからね、ずいぶん60度にはまだまだあるということで、さらには石川の能登のあたりとか、青森はもちろん秋田、山形、新潟、それから岩手でもね、アマチュア観測家の方が写真撮ってネットなんかに上げてましたけれども、まあオーロラと確定はできないようですけども、オーロラのようなものというようなことになってますけどもね。私も昨日の夜生放送やってて、オーロラが観測されるんじゃないかってずっと言われてましたんでね、世界でも緯度の低いところで観測されてて、もしかすると北海道でもというふうなことが言われてて、で名寄の天文台、私立天文台から観測されたなんていう話になって、カメラマンがね急遽映像を撮りに行ったんですけども、そしたらやっぱりあれですね、初めてのことなんで、まあ経験者に話聞くっていうのは大事だなと思いましたけども、肉眼ではあんまりよく見えなかったりするところでも、
カメラのレンズ通して見るとよく見えるらしい。しかも動画よりもスチール、いわゆるその写真の方がよく見えるんだって言って、でテレビのカメラマンですから当然カメラ回すんですけど、それには写ってないんですけども、カメラマンが撮ったスマートフォンの写真の方がよく撮れてて、なんかいい仕事したんだか役に立たなかったんだかよく分かんないみたいな感じになって各所から連絡来てましたね。映像では撮れてないんですけど、私のスマホで綺麗に撮れましたんで送りますなんて言ってね、いろいろあるみたいですね。そうなんですね。オーロラ、まさかね日本で見ることができるとは。なんか北海道では何年かに一度見られていたっていうような、そういうこともあるようですが、こんな大々的にはね、ねえ、一生に一度見てみたいなって思っていたようなものですから。そうですよね、ちょっとね、北欧の方にとか北極の方にね、オーロラを見にツアー行こうみたいな、何百万、そう憧れて、憧れのっていうところですけどね、低い緯度だと赤色のオーロラがよく観測されるということのようですけど、あとはずいぶん昔に、ずいぶん昔1000年くらい前に京都でもオーロラがどうやらあったらしいという古文書があって、日本書紀にも出てくるそうですけども、一番有名なのは1200年代ですか、1204年って言ったかな、新古今和歌集の選者である有名な当時の貴族の奥下さんの藤原の定家、藤原の定家っていうね人、たまにあの勉強してると名前出てくると思いますけども、藤原の定家定家っていう人がまめに日記をつけていて、50年分ぐらい日記をつけてるんですけども、その日記の中にオーロラ、赤い木って書いて赤木って書いてますけれども、赤木が出てびっくりした、恐ろしいっていう風にね日記に書いてあったということで、やっぱり何年かに一度は観測されるということのようですね。わー、京都といったらまた随分したんですね。そうですよね、いろいろ当時の人は天文学の知識とかないですからね、本当に怖かったですよねきっとね。そうでしょうね。いや本当に一体何が起こったんだっていうふうに思ったんだと思いますけどね。あとは現代ではそのオーロラ喜んでばかりいられないっていうのは、やっぱりその時期の嵐が吹き荒れてるっていうことなんですよね。要はその太陽からの爆発での、まあ、太陽風っていうんですか、まあ、電気を帯びた粒みたいなものが地球に吹きつけていて、それが地球上の空気の粒と合わさってオーロラ光になってるんですが、その時期の嵐が、まあ、オーロラにはならずとも、まあ、この地上世間に飛び散ってるっていうことで、いわばその GPS とか、あるいはその磁気を使った何か機器などにも影響があるんじゃないかということで、これはまた未知数っていうことになりますからね。心配ですよね。本当です。どうしよう、私のパソコンから何かね変なものが流出したら分かんないですよ。これ人類が経験してないわけですから。そういうこともあるかしらね。自動運転の車が暴走するなんてよりもっと怖いと思うねきっとね。流出の恐れもあるか分かんないけどねえ、勝手にね、そして多分詐欺師がウォーミングアップしてるでしょまたね。そうか、あ、なるほどね。そう、大至急口座を確認してくださいなんて言ってね、地球上にね未知の磁気嵐が起きてますからってね、あなたの口座が勝手にどなたかになんかこう侵入された形跡ありますか、すぐに口座番号と暗証番号を教えてくださいなんて言ってね。わかりました。なっちゃうかもかもしれないですよ。はい、今私は詐欺師を応援してるわけじゃありませんからね。そうです。詐欺の被害を食い止めるべく、そう、先にね、皆様に先にね想像してお伝えしていますけども、なんてことも考えたり。そうか、オーロラですって、人間に見えてなくても犬が、狼か犬が遠吠えしているときは起きている時もあるなんていうふうに、そうですね、昨日ね安住さんの番組で言ってましたね。専門家の方がおっしゃった。そうですよね、多分人間の目には見えてないのか、はたまたちょっとそういう磁石の動きで動物がね、動物が反応するのかどうか分かりませんけれども、なんか地球上のこと人間は全て分かったようなふりして生活していますけれども、一度に何かねこういうことになりますと、とってもやっぱり自然というのはとても人知の及ぶところじゃないなというふうに感じますね。そうですね。さて今日のメッセージテーマこちらです。母さんの愉快な話です。
今日は母の日ということですね。世界的にも5月の第2日曜が母の日というところが多いようですが、たくさん皆さんからメッセージをいただいています。茅ヶ崎市の8歳3年生プニプニ君からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。嬉しい。ありがとうございます。8歳小学校3年生です。ありがとうございます。ありがとうございます。お母さんの愉快な話、母と一緒に映画館に行きました、はい、チケットを買う列に並ぼうとした時、あれ進めないなと言っている母がいました。見てみると布の柵にはまっている母がいました。私はやばいやつだなと思いました。布の柵ほらあのパーティションがあるでしょう、あのビヨーンとこう赤とか紺の並ぶためのガイドね、柵が、うん、あれを何なのショートカットしようとしたのかな、わかんないけど行き止まり行っちゃったかな、腰のあたりに引っかかって腰のあたりに引っかかっちゃったかな、うんうんうん、はまっちゃって、うんうんうん、やばいやつだなと思いました。お母さん大事にしてくださいね。映画連れてってくれてんだから。そうですよ、うんうん、いろいろねお母さん気にすることがあるから、うん、そういうの見逃しちゃうの気持ちわかる、うん、そうですね。あの布パーティションってね結構ね分かんない時あるよ。視界にね、視界が、うん、あの飛行機のほら手荷物検査の列とかがさ、ほらあのそんなに人がいないんだけども固くなにこうあのジグザグジグザグ歩いてくれってなってる時があってさ、うん、であれまたくぐったりとかすると引っかかってあの鉄のポール倒しちゃったりとかして、いやだからね、うん、なんで結構ジグザグするんだけど、たまに開いてたりするじゃない、なんか誰かがあの先のチャックみたいなフッて上げてピュッてね戻して、あのゴムパッチみたいなあれも離すパラーンとなったりとかして、あの勝手にやったら怒られるだろうしね、うん、そうそうそう、うん、で、あ、開いてると思ってショートカットできるんだと思ったら行き止まりみたいな、戻れ戻れ戻れとかさ、あのなんか袋小路みたいに入る時あるからさ、うん、誰みたいな迷路ですよね、迷路になっちゃって戻れなくなっちゃってさ、うん、それでなんか係員の人がなんか違うところ開いたり閉じちゃったりして、本当になんかあれみたいな、もう出られないじゃんみたいな時はあるかもしれない。わかる、わかる、ついついショートカットしようとするからさ。そうですね、わかります。銀行のほら ATM の列とかもさ、うん、混んだ時用にね作ってくれてあるんでしょうけど、空いてる時は邪魔よね。そうそうそう、でほらなんか開放する日と開放しない日があるからさ、ほらあのね警備員の人がなんか、あもうこんなにぐる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 こう蛇腹にならなくていいから開放しますみたいな、そこに行くんだけ ど、ね、うん、そこが空いてない時はあれってなっちゃったりしてね。そうですそうです、うん、まあ皆さんも分かってる話長々と説明してしまいましたけど、あれ布のパーテーションというのはパーティション、ほらパーテーションっていうらしいんだけど、なんか正しくはパーティションだからパーティションって言えって言われてるから、パーティションって言ってるけど俺がおかしいみたいになっちゃってるね。もう TBS 的にもパーティションなんか、うん、あの言葉警察的にはパーティションだ。あららららら、私もじゃあ、はい、気をつけます。そうですね、捕まっちゃうよ。そうですか、お縄ですね。お縄ですよ、今言葉警察厳しいですから、はい、そう、50万円以上の罰金、3年以下の懲役だと。そんなことない。いや厳しいからさ、うん、そうそう、アタッシュケースじゃないらしいからね、アタッシェケースらしいから、これもなかなかね、アタッシェケースだからね、トラさんみたいで、アタッシャねえ、オタッシャクラブだよみたいな感じ、アタッシャねえ、ケースを持ってアタッシェケースって、うん、ちょっと慣れないな、まだパーティションもちょっと気恥ずかしいね、そうですね、こわごわ、こわごわとね、うん。頑張ってますよ。頑張る。京都市のヨメックスさん、38歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。飛行機に乗った時の話です、はい、あら、母は機内サービスのゆずジュースを頼もうと CA さんを呼んだのですが、あ美味しいよねあれね、うん、CA さんを呼んだのですが、はい、ゆずと盛大に間違え倒した後、何事もなかったかのようにホットコーヒーお願いしますと済ました顔で言いました。近くの席にいた他のお客さんたちは母が間違え倒していたのを聞いていたので、ホットコーヒーへの突然の方向転換に吹き出していました。
今でもお店などでゆずジュースを見かけると、あの時間違い倒した母を思い出して笑ってしまいます。参考までにゆずジュースは代わりに私が頼みました。かーわかる。難しいよね、あのね、ちょっと力んじゃったりするしさ。そうですね、言い慣れてなくて緊張するしさ、うん、いいね方向転換ね。あっさりね、うん、かわいそう、うん。いいね、面白いな。いや面白いな。最高だな。最高だな。いいね。いや難しいんだよね、ゆずジュースってね。ちょっとそうそうそう。ゆずのくださいってね。多摩市のバージュ会のママさん、48歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。年が近くて嬉しいです。私の母はとてもしっかり、そしてきちんとした人なのですが、カタカナが苦手です。カタカナはね、苦手ですね。覚え間違い、言い間違いが多いのです。パスタはアルゼンチンがいいわね。違います、アルデンテです。買い物の時も、私エアバッグ持ってきた、いやエコバッグです。先日母が買い物に行った時、大量に購入した食品を分けるからと言っていたのが、ねえねえ、トコスコでビーグル1ダース買ってきたから半分持っていくでした。何一つ合っていなかったのですが、きっとコストコでベーグルのことだなと思い、ありがたくいただきました。ビーグル犬が6匹一度に家に来たことを想像しつつ、ベーグルを美味しく食べました。内容が年々レベルアップしています。愉快な母にはいつまでも元気でいてほしいです。ね、伝わるもんね、まだ伝わるね、うん、まあでもコストコね、うん、トコスコ、うん、ベーグル、ビーグルね、そうですね、似てる、うん、狭山市のちゃんこ先生、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私が中学生の頃、部活から帰ると母が我が家の屋根の上で仁王立ちしていました。驚いて理由を聞くと、テレビの映りが悪くなったので屋根のアンテナをいじろうと登ったところ、怖くて降りられなくなったとのことでした。我が家は平屋だったので登るのはたやすかったものの、上からの景色に初めて自分がいる状況に足がすくんだようです。あ、登ったもののはいいものね。うん、薄暗い夕方、アンテナ片手に立ちすくむ母は獲物を探す女ターザンかと思いました。ねえ、確かに帰ったらお母さんが屋根の上に立ったらびっくりするね。そうですね、まさか怖がってるように見えないですもん ね、 ね、ただもう、かっこいい、うんうん、もうでも行くも戻るもできずにその場に立ち尽くしていたんだよね。きっとね、そうだったんです ね、 ね、滋賀県大津市からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。エイプリルエイリアンさん、20代男性の方、ありがとうございます。あら、大津からありがとうございます、滋賀から、ありがとうございます。私が高校生の時の話、文化祭で私のクラスはお化け屋敷を運営していました、はい、人気だよね、文化祭学園祭は。2日目クラスでヒョウ柄のシャツを着たおばさんが涙を流して恐怖で帰っていったと噂になっていました、内装の仕掛けを考える担当だった私は、そんなヒョウ柄のシャツを着てくるような怖い雰囲気の大人も泣かせるほど驚かせられたことに、これはうまくいっているぞと確信がありました。上機嫌で家に帰って台所に向かうと、晩ご飯の支度をしている母の背中にはド派手な黒の斑点が。まさかと思い、ねえ今日どこか出かけたのと聞いてみると、あんたの文化祭行ってきたわよとの返事。そこから数週間クラスではヒョウ柄のおばさんは誰の保護者かの話題が持ちきりで、私は知らぬ顔で友達とそんな母親のことを笑って過ごしていました。お母さんだったの ね、 ね、 ねでも見に来てくれて嬉しいね、本当に、うん、あららららでも涙流すほど恐怖で帰ってったっていうね、すごいね。皆さんからのメッセージをお待ちしています、はい、メッセージの受付電話番号は 03-3584-0954 です。ファックスの番号は 03-5562-0954、 メールアドレスは niichiten@tbs.co.jp nichiten で niichiten@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天ノート、3名の方にはカルピセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方に、イラストレーター田中美咲さん作のオリジナルポストカード、春うつつ準備中をお送りしています。今日のテーマは母さんの愉快な話、皆さんからのメッセージお待ちしています。
今日は母の日ということで皆さんのお母さんの愉快な話をお待ちしています。そしてね、年代的にももうお母さんがいないという人も随分と増えてきました。お母さんのことを思い出して、そんな話などをぜひお送りいただければと思います。中継コーナー、今朝は田中ひとみさんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。埼玉県深谷市の道の駅岡部に来ています。もう朝から賑やかで、もう人がひっきりなしに目の前を通過しています。こちらでは今日までブロッコリーフェアが開催されていまして、はい、ブロッコリーを使ったオリジナルの料理が食べられたり、今朝収穫したばかりの朝どれブロッコリーが販売されています。ただやっぱり深谷といえば長ネギのイメージですけど、実はブロッコリーも全国トップクラスの収穫量ということで、中でもここ岡部地区に農家さんが多いそうです。実はこちらの道の駅の敷地のお隣が一面広い畑なんですけど、これ全部ブロッコリー畑だそうで、ブロッコリー畑に囲まれた道の駅になっています。ちょっと前にもニュースになりましたけれども、ブロッコリー消費量が多い野菜として指定野菜に追加されることが決まりまして、今こそブロッコリーを推していきたいと皆さん意気込んでいらっしゃるんですね。ブロッコリー農家の加藤光一さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤さん、今朝収穫したばっかりのブロッコリーをお持ちいただいたんですよね。はい、そうです。田中さんから連絡ありまして、ちょっと持ってきてみました。朝収穫したもの、こちら生で食べさせていただけるっていうことなんですけど、ちょっと茎の部分いただいてみますね。生で食べられるの？朝どれのもの、おいしい。シャキシャキして美味しいです。なんか大根とかカブとか、はい、そんな感じでもっとさっぱりしてますね、うん、苦味もなくて、加藤さん、朝採れたものでも生で食べられるんですね。そうですよ、ぜひ食味してみてください、うんうん、なんか浅漬けにすると美味しそうですね、うん、そうですね、うん、はい、でも加藤さん、深谷のブロッコリーって甘いですね。甘いですね、おかげさまで、うまく管理しながらやってますんで。ブロッコリーって1年で2回旬の時期があるようで、うん、冬ブロと春ブロがあって、今は春ブロの時期だそうです。そうです、うん、はい、そして加藤さん、40年ぐらい前からブロッコリーを作っているそうですけど、最初は大変だったみたいですね、なかなかブロッコリー自体がちょっと皆さんに知り渡らないので、消費拡大でちょっと苦労しました。最初は結構キャンペーンもやられたみたいですね、はい、県内の方出まして、駅の方で無料販売と、あとお店の方に行っても安くってやりましたけども、なかなか難しかったです。今こんなにみんなに食べられる野菜になりましたね、うん、おかげさまで、大変助かってます。道の駅岡部で開催されているブロッコリーフェア2024で、ブロッコリーおにぎりやブロッコリーのかき揚げの提供は午後6時まで、そして直売所は午後7時までということなんですが、ブロッコリーは続々と売れていまして、数も少なくなっているようなのでお急ぎください。加藤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。すいませんでした。ありがとうございました。深谷のね、自慢のブロッコリー、これはちょっと気になりますね。本当ですね。なくなり次第終了ということですが、8時30分から午後7時までの予定ということです。お近くの方はぜひどうぞ。時刻は10時40分です。さばいて日天、今朝の担当、赤荻歩アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。お願いします。それでは先週起こったニュースがわかる日天ニュースフラッシュです。まずは5月6日月曜日、ボクシングのスーパーバンタム級チャンピオン井上尚弥選手が6回 TKO で挑戦者ネリ選手を破り、4団体統一王座を防衛です。同じく月曜日、栃木県那須町で夫婦の遺体が見つかった事件で、夫婦の娘の内縁の夫が逮捕されました。一連の犯行の首謀者とみられています。8日水曜日、東京西新宿のタワーマンションで住民の女性がナイフで刺され亡くなりました。逮捕された51歳の男は多額の金品を貢ぐなど、被害女性との間で問題があったようです。同じく水曜日、水俣病患者らの団体との懇談会で環境省が発言者のマイクの音を切った問題、伊藤環境大臣が熊本を訪れ謝罪しました。9日木曜日、オリンピック2大会連続でメダルを獲得したフィギュアスケート宇野昌磨選手が現役引退を発表しました。おしまいも木曜日、
千葉県柏市で自転車で走行中に対向車線に飛び出したとして36歳無職の男が逮捕されました。男は4年前埼玉で同様の行為を繰り返しひょっこり男と呼ばれた人物でした。それでは今日お伝えするテーマはこちら、起きてはいけない場所で盗撮騒ぎ。駅や街中、塾などの教育の現場でも起きてしまっている盗撮。今回は国の安全保障に関わる盗撮の動画が拡散してしまいました。狙われたのは海上自衛隊横須賀基地を母港とする護衛艦出雲です。で、出雲現在改修工事中で自衛隊が初めて保有する事実上の空母になることが決まっている。その出雲が盗撮の被害に遭ったと。で、その動画を見た方もいるかもしれませんが、自衛隊の広報動画かと勘違いするようなクリアな映像なんですよね。天気も良くて、あと船の後ろ、艦尾から艦首にかけてドローンがゆっくりと飛びながら撮った甲板の様子が映っているんですよね。で、これ今年の3月中国の動画投稿サイトにアップされて拡散されました。で、フェイク動画かという見方もありましたが、先週防衛省が実際に撮影された可能性が高いと認めたんですよね。となるといろいろと気になることがありますので、今回3つの疑問について調べてみました。まずは1つ目です。なぜ誰もドローンに気づかなかったのか。で、映像を見ると本当にゆっくり堂々とこう甲板の上をドローンが飛んでいるんですよね。あまりにも堂々としているので、探知ってどうなっているんでしょうか。自衛隊の装備に詳しい軍事フォトジャーナリストの菊池正幸さんによると、出雲には対空レーダーがあるそうなんですね。でも、通常こういったレーダーというのは領海の外から侵入してくるものを探知するもので、基地に停泊中は基本的にレーダーをつけることはないそうなんです。で、そもそもドローンはこう法律で自衛隊施設周辺での飛行は禁止されています。で、過去には広島の呉の自衛隊施設でドローンを飛ばした男が書類送検された件もありましたが、この時も施設内に落下したドローンから発覚しています。つまり今回含めて2回とも侵入を許してしまったということになりますね。で、続いて疑問2つ目として、盗撮された映像から読み取られる機密情報ってどうなんだと。映像からは甲板の大きさとか書かれている数字は見て取れます。ジャーナリスト菊池さんによると、機密情報といえるものは通常外から見えるところには置かない、だから重要な情報の流出は考えにくいと指摘しています。で、実は今回この映像の投稿主とみられる人物はアメリカ軍横須賀基地の空母ロナルド・レーガンもドローンで撮影したとみられる映像を投稿しているんですね。で、アメリカ軍の広報官は安全上の問題はないとの見解を発表しています。となると、機密情報に関しては大丈夫なんだろうなとも思います。そうね、上から見える範囲だとね、他国のスパイが普通に、はい、あのビルの上から双眼鏡で見てたのと同じ情報だもんね。だから問題ないんじゃないか。だけど、もし今回のドローンが爆弾を搭載していたとしたらどうなるんだろう。そうですよね、はい、といった視点の懸念も当然指摘はされています。そして3つ目の疑問は、誰が何の目的でやったことなんでしょうか。動画の投稿主に共同通信がコンタクトを取っています。現在中国にいるという投稿者は、注目され楽しむためにやったと説明しているんですね。で、一方で現在は身の危険を感じているとした上で、違法行為だった、もう二度としないと謝罪しています。あくまでこれ推測の域は出ませんけど、アメリカ軍まで挑発していますので、中国政府に強めにこう指摘されたのか叱られたのか言われたのか分かりませんけどね、ちょっとこう謝罪していると。そうか、アメリカから睨まれるっていうのもあるけれど、はい、もしこの人が中国の人だとするならば、中国上層部もアメリカに喧嘩勝手に売って何してくれてんだということで、はい、中国当局からの警戒もあるんだろうね、きっとね。そっちの方が、もしこの人が中国の関係者だとすると、はい、そっちの方が恐怖かもしれないね。はい、で、急にも謝罪したということですね。で、今回の一件を受けて木原防衛大臣、より能力の高い対処機材の導入を急ぎたいとしています。ドローンというと、現在ウクライナの侵攻では専門的な訓練を必要としない市販品も投入されているので、数万円のドローンが数億円の戦車を破壊することさえありますので、戦争のスタイルを変えたとも言われています。
急速に進化を遂げて一気に偵察戦闘の戦力になったドローンに対してルール作りや対策が追いついていないという側面も見えました。今朝の担当は赤荻アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は東西線が一部区間で運休という話冒頭でしました。関東首都圏からバスが大体バスの運行のためにたくさん集まってて、それはそれでバス好きの方にはたまりませんねって話しましたが、少しお便りいただいています。2011年神流町の公開放送で貸し切りバスでお世話になりました群馬バスの総務課長さんからいただきました。お世話になりました。ありがとうございます、ね、スターペガサス号ね、公開放送までの高崎からね走らせていただきましたけども、ご無沙汰してます。すっかりご無沙汰しておりますが、実は東西線の代行輸送では当社群馬バスの東京営業所の貸し切りバスも今日4台お世話になっています。へー、そうですか。そうですか。群馬バスも行ってますか。それからこの方はお味噌なら花丸大吉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。冒頭東京メトロの運休区間の代行バスについての話がありましたが、遠方からの例として西武バスの名を挙げるのならばぜひ関東バスにも言及していただきたかったです。失礼しました。関東バスね、阿佐ヶ谷、五日市、青梅の方ね。我が家の同じ町内にある青梅街道営業所から C2473 がはるばる23区の生誕より応援に駆けつけているはずです。すごい詳しいねこの人。 C2473 がそうですか、東西線沿線の皆様のために奮闘してくれていることと思います。我が地元の赤いバスの勇姿を誇らしく想像しております。すごいね、ここまで東西線の運休に思いを馳せてる人がいるんだよ。熱量がね感じられます。多摩地方にはね、おかしいなっつって、言わない、うちの関東バスの青梅から C2473 行ってるんだけどみたいな。言及しないななんて言って本当だよねえ、舐めてもらっちゃ困るよっつってねえ、阿佐ヶ谷のバス止めちゃうよなんてまたこうやってグッとバスがね見たくなりますよね。習志野市のあっちさん37歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。母さんの愉快な話。はい。父は茨城の生まれ、母は群馬の生まれで、母が東京のデパートの紳士服売り場で働いていた時父に出会い結婚したそうです。いいね、デパートの紳士服売り場。お母さんはなんでお父さんを選んだのと聞きました。はい。すると当時のお父さんは、それはそれはルックスが良くてね、目がクリクリして顔が城みちるにそっくりで好きになっちゃったの。それであともう一つあって、デートでお父さんの実家にドライブに行った。そしたら帰りに夕暮れ時の海を見たのよ。すごく綺麗で感動した。それで茨城に嫁ぐと決めたの。だけどね、結婚した後に知ったんだけど、あれは海じゃなくて沼だったの。群馬には海がないから勘違いしちゃった。その途端私は笑いが止まらなくなりました。おまけに母はどこからか城みちるのイルカに乗った少年のレコードを持ってきたため、私の笑いはマックスに。私にとって母の愉快な思い出です。いいね、いいですね。そう、実家茨城ね、うん、海ですごくムーディーになったんじゃない、そうなんですね、ロマンチックになったね。てっきり海だと思ってたら、その後嫁いで沼だったっていうことね。いや大きいから、ね、綺麗だよね、あの牛沼の夕景とかさ、はい、日沼とか大きいよ、いいよ、俺もあれ見た時海だと思ったよ。ね、また11時台にメッセージ紹介していきます。はい、安住紳一郎の日曜天国ラジオ朝の美濁音体操、生麦、生米、生卵、巣鴨、駒込、駒込巣鴨、技巧派技師のカメラは5ギガ、雅楽を科学だレディーガガ、世田谷生まれのグルコサミン、お聞きの放送は 905-954 TBS ラジオです。時刻は11時です。この後は今日のゲスト高田純次さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それでは今日のゲストです、高田純次さんです。おはようございます。あ、どうもご無沙汰しております、カブトムシです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。高田さん本当に自己紹介の時自分の高田純次っていうことほとんどないらしいですね。いやそうなんですよ、だから本当にね嘘ばっかしついてるから、はい、自分の名前が何だか分かんなくなっちゃう。そんなことないですよ本当にいつもアンジェリーナ・ジョリーですとかね、はじめましてトム・ハンクスですとかなんかすいません。いいえ、はい、前回お越しいただいたのが2009年ということで15年ぶりということです。その頃芸能人やってたかな。やってますでしょ。やってましたやってますよ。こういうの忘れちゃうんですよ。そうですかすいません77になったんですか高田さん。いやもう弱っちゃいましたよ本当に。どうしたちゃんと1年365日で計算してんですけどね。そりゃしてますでしょう。気持ち的にはまあ年は77なんだけどまだ体は中学生だと思ってますから気持ちですから気持ちですよね気持ちですよ。いやお若いですよ。ダメだもうシミは増えてくるしね。そうですか、うん、なかなかねもう朝も変にね早く起きちゃうから、起きないとほらもうとにかくこの時代は、はい、この年は目覚めないと話にならないんだから。そうですか。そうです、ね、そうですね。あの目覚めないと本当にあの、ね、やばいですから。そうですね。そうだから五輪中ってことになっちゃいます。そうだ8時9時ぐらいまで寝てると家で呼びに来ますけど大丈夫かい大丈夫かい。あ家族がですか。本当は10時11時まで寝たいのに家族はねそうですか。なかなか大変ですね。仕事忙しくてちょっと遅寝っていうか、うん、ちょっとダラダラダミーしようかなと思うと家族がよからぬ心配しちゃうから、ロケがやっぱね多いからね、はい、疲れちゃう。そうですよね、うん、もう散歩の時やってんですけど、はい、雨の日まで行くんですよ。普通雨の日は散歩しないんですけど、うん、仕事だからそれはスケジュールだからそうですよ。純散歩もだって、ちいさんのちい散歩からあの香山さんがあって、で僕にあの、まあ、やらせていただいてもう10年近く、はい、10年早いです。すごいですよね。10年前は67だ、まあ、当たり前ですけどもねまあでも67からの77の10年ずっとあれですね。きついですよね。いやいやいや、ただちょうどね67の時に腰の手術して初めて、はい、あの椎間板ヘリになるとか、ほんで3ヶ月経って、まあ、あのリハビリではね歩かなくちゃいけない、そういう時にちょうどね、お話来たんで、まあ、渡りに船というかね、そういう、まあ、ちょっと酷使ですけどね、ちょっとね。いやでもみんな楽しみに見てますから。いやそう言われるとね嬉しいですよ。ただ街中であの頑張れよ純ちゃんなんていうのはほとんど高齢の方ですね時間が時間で歩いてる、まあ、そうですよね。もう出勤してるとか、学校行っちゃうとかって、はい、20代の人をその歩いてて見つけることはほとんどないですね。まあそうですね、学校か会社の時間ですもんね、はい。もうでまあ、何度も言うようにあのおばあちゃんはね、はい、やっぱ経済的なねあのいい話をためになる話をするんですけど、はい、おじいちゃんはほとんど下ネタですからね午前中の番組だから全部じいさん切っちゃうんですよだからなるべく話さないようにしてるんで、もったいないから時間がひどい。男はね意外と話すことないんだね。それは純次さんが男にあんまり興味ないからっていうのもあるんじゃないですか。そんなことかも分かんないですね全く興味ないからすごい、もうすぐね若い女の人いるとスーッと寄ってっちゃうからね。そう、だって僕よりも年上って言ったらもうね80近くなりますから、ね、高田純次さんのプロフィールですが、1947年、東京調布のご出身です、はい、デザインの専門学校卒業後会社員を経て1977年、劇団東京乾電池に参加。笑ってる場合ですよ、天才たけしの元気が出るテレビなど数多くのバラエティに出演、うん、そして今年1月新刊最後の適当日記かっこ仮を発売されました。ああなんかこういうのって経歴言われるとなんかすごい経歴のような気がするんだけど。そうですよ、いや本当にねすごいですよ。いや前も適当日記出しましたよね。それがね5、6年ぐらい前じゃない。なので前回の2009年に出てもらった時がその適当日記の紹介だと思います。そうですか、でまあ、今回第2弾というか、はい、そのね、あの出版元がダイヤモンド社というね真面目なところなんで、はい、だから16年間本当に第2回目出していいのかって相当けんけんごうごうって言うんですか、はい、けんけんがくがくというのか、はい、かんかんごうごうというのかなんかやってたらしいですよ、うんそれで結局出すことになったんです。出すことになったっていうかね、だからもう適当日記っていうから、まあ毎日ね、日記書くってイメージじゃないですか、
はい、これだからまあ前も言ったんだけど、裁判で本当に毎日書いたのかって言ったらどうも負けそうな気がしますよね。だから裁判には出ないことにしてます、まあ、そうですね、はい、正しいことを言うと毎日多分高田さんが書いていない、何かいろいろね後からこう、あと話し合ったインタビューとか関係者がこれをまとめておいとりとかね、いろんなのがありますからね、はあ、2023年ですから去年の1月から12月までの高田純次さんの日記形式になったエッセイやら近況報告やらということですよね、はい、そうですよね、はいはいはい、メールが来てまして、これ多分前回のことだと思うんですが、うん、はい、この方は44歳の女性の方で、あらら、クラペンギンさんという方なんですが、はい、東日本大震災の頃私は図書館で働いていたのですが、はいはい、人気のある本は予約をすると系列の図書館から送られてくるのですが、はい、その時吉村明さんの関東大震災、三陸海岸大津波と並んで、はい、高田純次さんの本が大量にリクエストがあったのをお伝えしておきます、はい、あ、いい方ですね。そういう方は大切にしないといけないですよね。これはだからやっぱりみんなちょっと疲れた時に ね、高田さんの本読みたくなったんでしょう ね、きっとね。だからちょうどね、あのおふくろの実家が穴水っていうところだったんですよ、はい、だからそのちょうどだから今回の 2,3 年前に弟さんがあの家をもう古いからって石川の穴水町ですか、そうで、あの、まあ、綺麗にしたんですけど、それもなかなかね、今回だから厳しかったみたいですよ。あ、地震でやっぱり被害出ましたか。そう、だから穴水もあの辺りも、いや、大変だったですね、かなり能登のあれだからね、被害出ましたよね、かなり大きな地震だったみたいだね。いや、大きな地震だったんですよ、はい、はい、いや、そうですか。僕なんかも関東大震災のと、あ、俺は経験してないか、関東大震災大正時代ですか、いないですよ、いないないか。そうか。本当に変わらないですよね、高田さん、ね、いや、ダメですよ。あと日記の中で大谷翔平さんの、うん、そうなん、去年はね、ええ、もう大谷翔平しかほとんど興味がなかった、何もない、大好きなんです ね、 大好きですね、まあ、向こうは何とも思ってないでしょうけど。だから、あの去年 WBC 日本でやった、はい、あの何でしたっけ、あの野球の、はい、WB ワールドベースボールクラシックか、はい、あんでね、中国戦、ええ、あのちょうどプロデューサーの人と、ね、チケットも取れたわ、はい、行きました、東京ドーム、うん、初めて大谷が来た、ええ、もうすっげえつまんないから途中で帰っちゃいました。どうせ日本が勝つしっていう。ひどい。ちょ、隣にした有名な解説者の方も、ね、一緒に帰っちゃいました。あ、そうそう、その6回か7回ちょっとあれですよ、ゲーム的には、ね、そんなに盛り上がらないゲームだったんですね、準決勝だね、はい、準決勝を見た人はね、宝物だね。そうですか、うん、はい、大谷翔平選手は日本人は今まで世界で一番おいしいものを食べ、治安もよく、うん、細かいことに関しても世界で一番だと思っていましたが、唯一ないのがパワー、それを大谷は全て叶えている、はい、これはすごいことだって高田さんが言ってますね。すごいことですよね、日本人そのものが美味しいね、うん、美味しい、世界で一番美味しいものを食べてるし、細かいことも、はい、もうすごいね、何でもできるし、はい、いろんな外国での賞も取るし、はい、唯一パワーだけでなかなかまだ外国の女性とね、はい、独感は難しいかもわかんないですね。そういう意味じゃ女性と付き合うのもね、付き合うのもね、うん、あれですけども、まあ、どんどんこれからワールドワイドで日本の人たちも世界にね、はい、行くような気がしますよね、ね、すごい、日本人がメジャーリーグのホームラン王になるなんて、なるなんてね、ありえないですよ。そうですよね、で、あと松井じゃないや、松山選手なんかもほら、はい、メジャーゴルフで、ゴルフの、はい、メジャーで取ったからね、俺が生きてるうちに、うん、そういうのってね、こうね、あと何年俺も生きるか、もう40年50年ぐらいしか生きられないかも。いやいや、結構長めに見積もってます。さて、高田純次さんに今日お話しいただくテーマはこちらです、はい、適当純次の青春日記、まずは一気に紹介します。適当純次の青春日記、その1、国領の鶏、その2、検品で人気者、その3、水と軽いサラダ油、以上の3つです。1つ目ですが、国領の鶏、これは地元の話ですね。そうですね、あの調布市国領出身で、はい、この頃はあの府中高校というね、ええ、高校時代でよくみんな頭あの良くなるのにマージャンしなくちゃいけないってんで、みんなね、はい、よくうち来て
麻雀してたんですよ。ちょっとバンカラ気質ですよね。そうそう、で僕は麻雀の場合ね、負けるともっともっとって言って勝つとすぐやめたいたちなんですよ。ケチな。ほんで朝までやってても一番俺が元気で、はい、ギャーギャー言ってるからみんな朝方にね、よくコケコッコと鳴くというね、はい、そういう時代だって。ちょうどその時に朝方ケネディの事件が起きたんですよ。あ、ケネディ暗殺事件。その事件が、はあ、だからもうまあ随分前っちゃもうね、随分そうですね、うるさいからまあそういう風にね、朝コケコッコと鳴くというね、そういうことで鶏がね麻雀やって。そうだったんですね。高校生の時は府中高校ですか。府中、都立府中高校で刑務所の前ですよ、府中刑務所の、三億円事件の時代もそれくらいですよね。そうだからね、ちょうどね、僕が20か21の時に、はい、僕がロケで家いない時は、ローラー作戦で刑事さんが2人なんか家に来まして、あ、知らないかって、知らないかって、まあ、全然要するにバイクの免許と普通免許を持ってる人は全部しらみつぶしにね、来たらしいです。まあもうでもね、2億9千円ぐらい使っちゃった。高田さんが犯人じゃないです。面白い。意外に1千万しか使ってないんでね。現実どこにかもうね、そう1000万ぐらいしかないんですけどね。モンタージュ写真が結構ね、まあ、言い方違うかもしれないけれども、なかなかいい男だったから。あれね、あ、言っていいのかな、あれ、亡くなった人のモンタージュ写真なんですよ。そうなんですか。もうで、なぜ亡くなった人のモンタージュ写真をしたかって、まあ後で聞いたんだけど、それで、ああこういう人がいた、こういう人がいたっていうのはみんなガセネタになるじゃないですか、そういうのを全部排除したみたいなんですね。へー。で、まあ俺は関係者じゃないから分かんないけどさ、ねえ、途中からなんか有名な刑事さんも入ってきたみたいですよね、事件のあれはね、いやすごいですよ。ちょうど高校の前の通りですか。そうですか、その騒然とした感じはやっぱり覚えてますか。え、騒然とした感じは覚えてますか、当時のその府中の。いやでも俺も20歳過ぎてたからな。 それで高校までいたらちょっとたまんないやつだもんね。もう違うね、友達と遊んでますよね。新宿渋谷でね。ですよね。そうですよね。そんなのがありましたけど、でもまあ話題には随分ね、なりましたよね。あと勉強もできたって聞きましたよ。僕でしょ、ずっと小学校中学校振動って言われてましたよ。そう、なんか国領の振動だって。振動、そうです、ね、別に震えてる振動じゃないですか。寒いからっつって。いやなんかみんななんか国領の振動だ。もうすごいね、かっこいいし、はい、頭がいいし。そうそう、まあ、試験いい、頭がいいっていうか試験が偶然できたというか、風紀もやってたんですよ俺が。冗談でしょ。冗談じゃないんですよ。これが風紀、学級委員は大体一番勉強できる人なんですよ、で風紀委員と図書委員っていうのは、その人よりも下っていうね、その位置がいいなと思ったんですけどね。あ、ちょっとまあナンバーワンじゃないけれど、少しちょこっとはまあ真面目そうな感じも部分もあった。風紀委員とか今から考えてたらね、本当に冗談じゃないですよね。お尻で。そう、田田さんはね、適当なんだけど、純散歩でもそうだけど、ちょっとねインテリがね見えちゃ う, う, う、ね、隠しきれない、ね、隠しきれないよね。隠しきれない、隠してもね、隠しきれないんだけど、時々言い過ぎて間違ってることも多かったです。上目だけしかかじってない。いやいや、そんなことないですよ。すごい、だから本とかも読んで、俺前なんその純散歩見た時に、高田さんが好きな作家が3人ぐらいいて、この人の新刊出たらすぐ買うって言って、と思って、辻海道、こっちは辻堂海さんとかね。辻堂海さん、ごめんなさい、それからね、いろんな上田秀人時代物なんですけどね、でそういうの見てるとね、結局漢字覚えるからね、いいかなと思って。そういうことで見てる。月に10冊ぐらい読むって、なんかそうですね、1日2日でだいたい2冊ぐらいすぐまあ読んで。でも辻堂海さんはね、今ちょっとハマってるんですけど、3つ4つのストーリーを1つにまとめて持ってくるの。ほんでも男女の機微とかいろんなあれだから、時々ね泣いちゃいますよ僕は。そうですか。自分でも、ね、自分のこと怒ってるんですけどね、なんで泣くんだって。いいじゃないですか。胸が震えて震えて。今だから辻堂海さんのもう新刊が出るのをね、もう待ち望んでいるんですよ。そうですか。そのね、
なんか高田さんがそう言うとさ、すごくこう、はい、なんかあ私も読んでみたいって思うでしょう、ね、いや、はい、本当にね、その唐木十兵衛シリーズもの、まあ、時代ものって今、うん、大体次男三男がね、ええ、あの長男はみんな家継ぐから、うん、次男三男を強い剣客にするんですよ、うん、でストーリーの中の剣客ってのは絶対殺されないんですよ、主人公は ね、 そうですよね、うん、主人公一つで殺されちゃったら伸びがないですもんねそうそうそう、強いんですよ。俺もねそれ見て、あ高田さんが好きな本って面白そうだなと思って、はい、本当に、うん、そう買おうと思った。僕もほら安住さん城のこと詳しいじゃないですか、だから俺も城詳しくなろうかなと思ったけどね、3つぐらいの城見てても難しいなと思ってやめちゃいました吉住さんもねお城好きですもんね。そうらしいですよ ね、 ね、だから僕あの白鷺城ってことだけは一度行ってみたいんですよ、姫路の姫路城。いやいいですよ、はい、姫路はびっくりします。ほんで 2,3 日前にね小田原城がね、はい、あの綺麗に改築なったからって、ええ、上がったらね、はい、5階まであるんですよ天守閣、ええ、もうそれだけでね檻の嫌なっちゃいました本当に疲れちゃってあそうですか、足が笑っちゃってもうね、その後話にならなかったですよ。あそうですか、でも素晴らしい、やっぱ小田原も素晴らしいですよね。そうですよね。でなんか秀吉のこの話でいいの、うん、どうぞどうぞ。一夜城かなんかがはいはいあったとこな、ええ、あれなんか一夜城っていうけど作るのに3ヶ月でかかったらしいですよね物の例えでね、例えでね、ええうん、だから今そこはないんですよ、はい、なくてあの、ええ、広場みたいだから一夜城みたいの今作っときゃいいっていうの観光的に。そうですよね、すごいね、うん、そうするとその小田原城との、ね、関係性が分かって、関係性あるからね。で小田原勢は多分その城を1日で作ったっつってびっくりしちゃって、うん、もう戦意喪失した、うんそうですよね、うん、だって北条氏なんかも絶対小田原城があるから負けないっていうのがありましたよね、うん、そうですね、そういう意味ではね、かっこいいでしょ高田純次さん。そうですよ ね、 ね、そう詳しいで、今日刀でも持ってこうかなと思ったんですよ捕まっちゃいますよ。捕まっちゃいますよ。今はね。今は捕まっちゃいますよ。お父さんが教育熱心だったんですよね、すごくね。教育熱心とか東京ガスというところに勤めてて、はい、やっぱ僕が大学行ったらまず東京ガスに入って検診からね、うん、やってって、まあ、トップクラスの会社だから、はい、と思ってたんだけど結局浪人しちゃって。はい、それでもちょっと大学行けなかったから、もう東京ガスは無理だからこれから下道の道を進まなくちゃいけないなと思ってそんなことはない。で邪道の方に行っちゃった、聖堂はなかなか ねできなくてね。また昭和22年だから段階の世代で学生が多いんですよ。本当にそうですね、うん、だから人数がどんなに多くても、あの才能的には俺が一番だと思ってたから、はあ、ね、うん、それが高校の中だけでは僕と、うん、もう一人佐々木君というのは行けなかった、はい、ほんで二人で浪人して、はい、親父の関係で、はい、新宿に東京ガスってまだガスタンクがある時代、はい、そこのアルバイト、2人やってたんですか。ほんで2人でやってて半年ぐらい経ったら、その佐々木くんがカナダに行くってことになっちゃった、カナダに留学で、かっこいい。あちゃで結局僕一人残されちゃって、はい、その時がやっぱ一番落ち込みましたね、うん、ほんと落ち込んだからじゃあ次の年の試験を頑張ろうって普通は考えるんですけど、それを考えなかったのが僕かなと思うんですよね。いやいや、まあ、いろいろあって、で東京デザイナー学院で専門学校というね、もうちょっと絵の方もグラフィックもやりたいかなってことで、はい、まあ、行かしてもらったんですけど、ね、そうですよ、ね、その1年間は厳しかったですよね。やっぱりちょっとプライドもあるし、もう仲間もいないし、ね、うん、せっかく都立高校入って親孝行したのに、うん、はい、それで、まあ、僕一人行けないのも辛いなっていう、ね、そうですね、そんなのありましたよね。そうですか。さあそして高田さんの青春日記2つ目ですが、検品で人気者。あ、これは東京デザイナー学院でいろいろデザインの勉強して宝石屋さんにお勤めになったんですよね。そうなの、途中からね、紆余曲折があったんだけど、その紆余曲折を今喋ってもしょうがないと思うから喋んないんですけどそれで、宝石関係 の、はい、鑑定を取って、なんか宝石のデザインなんかもちょっと、はい、綺麗で洒落てそうじゃないですか。本当に。で、まあ、そこ入って、まあ、人数10人ぐらいのところなんですけど、はい、僕のポジションとしてはほとんどそのデザインと、はい、まあ、あと納品してくるのの検品をしてた、はあ、宝石の石として入ってくるものの検品ですか。検品だから宝石いろんなルビーとかダイヤとか製品として指輪とか出来上がってくるじゃない、それをチェックするんですよ。チェックする、はあ、いろんな指輪がどうなってるかっていう、ところがね、
うちの社長がねすごいその時のとおり厳しいんですよ。検品がほんのちょっとの傷でもね、はい、まあ、普通あのそれ磨けば治るんだけど、はい、それなの厳しいんでね、なかなかね納品しない、はあ、ところが営業の人はほらやっぱ製品がないと地方とかなんかに持っていけないから、うん、でその下請けの社長さんなんかも電話来て今社長いるなんて、いやまだ来てない、あじゃあすぐ行きますわ社長がいないと俺大体水準以上だったら全部入れちゃうから。高田さんは検品結構検品もう甘々なんですよ今のうち高田さん商品がないとそうです、ね、あの持っていけないから、うん、皆さんの、ね、営業の人がじゃあ納入業者も営業の人も、うん、じゃあ高田君いる時だともう検品ほぼスルーだからスルーだから、うん、とにかく助かる、うん、社長がいないうち行こう俺だってそんなひどいのは入れないよ。そうですよね、ひどいのは入れない、うん、ある程度ほらできる、ほんで来る、ほんで来た途中に社長が来ちゃったらもう納入業者が真っ青になっちゃうしてこれ全部検品跳ねられるだから要するにまあほとんど人気者っていうかよよ、まあ、喜ばれたというかさ、うん、結構真面目に働いたんですよねその時はね、だって朝ちゃんと9時なんで9時に行くんですけど、まあそれはそうですけど9時になると昔タイムコーダーが赤くなるんですよ。はあ、あ赤字で印字されちゃうってこと。要するに8時59分までだったらブルーなんだけ ど、 なるほど9時にカシャンってやるとだ口前に入らないといけない遅刻扱いになっちゃう。遅刻扱いになっちゃう。意外とそれもね厳しくて、あともう午前中に500個ぐらい の、 その小さなダイヤを、あの上下に検品するんですよ、傷があるないから、でそんなので午前中終わってあとはまあデザインやったり納品業者が来たりと、ま、それを真面目にねやってましたね。ボーナスなんかも年3回だし、うん、専務さんもよく銀座に出てってくれるし。あいいですね、うん、時元って言うんですか。時元ってだからあの社長さんが時っていう、社長さんであの三木元ってあるじゃないですか、はい、うん、それのパクリなんですけどね社長が時だから、ね、そうですよ。でもちょっと似てますね。だから三木元ってトップクラスだから、はい、それを夢描いて時元だから時元って時元、あ いい名前だなって今もあるんですねきっと。今は息子さんがやってるんじゃないかな、うん、僕も行ったところはあれなんで息子さんがね、まあ、同じ時元でやってるのかどうかまだ分かんないんですけどもね。で宝石屋さんで働いてて演劇の世界には突然戻りたくなって戻った。演劇の世界ではね、そのこんな話でいいんですか。大丈夫、まだ大丈夫、はい、あのその宝石屋さんすごい業績が良くてね、夏10日ぐらい休みがあった。ほんでその間にあそうだってあの下請けから下請けの受付の女の子が綺麗だから、はい、あそいつを呼び出してちょっとやっつけようかなと思ってね、くどこうと思った、くどこうと思って、ほんでさあそうだ前ちょっと芝居もやってたし、その人たちがよく新宿の行く店なんかもほら、ちょっとアカデミックでそうそう、うん、雰囲気で、いいなと思って、そこ行ったら今江本明君とかその劇団のちょうど東京乾電池っていうのを立ち上げた、あの弁が私が社長3人で並んでた、でしかもその後ろにあの研究生時代の人もいて、やばい時あっちゃって、でも逃げるわけいかないから、そうですね、たらまあじゃあみんな一緒に飲もうということになって、みんな演劇の話でしょ、で俺はまあその女の子のことしか頭ないからちょっとねあの頭のいいとこ見せて雰囲気だけお借りしようと思ったのにみんなもううるさい難しい話俺全くできないからやばいなと思って、後でもまあ帰ってちょっと落ち込んだっていうかね。そうですね、落ち込んで、ほんでそれ8月だったんだけど11月の芝居に向けてみんな話してたんだけど、ベガル君から話が来て、あの今度のあれに出ないか、いや出ないかったって会社行ってるから、いやいや大丈夫だって会社行きながらできるからって言うからさ、あそりゃいいな、夜でもやんのかなと思って、ほんでまあちょっと一身上の都合でって辞表を出して、そうね、8月のあれで9月の末まで出して、で、まあ、そっちの方に行こうと根性を決めたので、会社の方もその頃ほら僕その腕のいいし真面目なやつだったから、いいデザインもしてたし、どっかの会社に引き抜かれるのかなと思って、あ警戒されたんですね、引き抜かれる、だから一身上の都合でって書いたからもうちょうどそのボーナスももう出ないし、もう何もなしで、ほんで行ったら稽古が昼12時から5時だって言うんで、おかしいな12時から5時じゃ仕事できねえなと思って、もうちょっと早まったかなと思っていやでもその時にだってもう奥さんと子供がちょうど1歳だった、娘さんもいるんで、そうでちょうど娘1歳になった時で
貯金も200万ぐらい貯まってたんですよ、はい、マンションを買うと思って、だから、まあ、うちの方の寮は1歳になってちょっとね、はい、手がかかんなくなったら最初からやる気じゃなかったのってやりましたよ、うん、もう計画的にかなっていうのは、ね、お芝居の方に行くように最初から内緒で思ってたの、うん、言われましたけど、そんなことはただ健康だったからどんな仕事でも、はい、肉体労働でもね、うん、何でも、うん、できるなっていうのは思ってたんですけどもね、その200万もあるし、うん、そしたらやっぱり会社勤めしてるときは交通費とかいろいろ出るじゃないですか、はい、ちゃんちゃんと、あとね、何もしてないときって意外とね、交通費から喫茶店の間とかお金使うんですよ。そうですね、ちょっとね、新聞買ったり週刊誌買ったりしても、そうなんで、それが10ヶ月ぐらいなくなっちゃったときに貯金が5万円切ったときには、うわやばいな、なんかしなくちゃいけないなっていうんで、その肉体労働というか、はい、そのうん、トラックのね、はい、運転とかそういうのをやってアルバイトするようになったんですけどね、だから夕方12時から5時まで稽古して、はい、6時までに販売に行って、そこからだいたい朝の5時ぐらいまでこう仕事して、徹夜で工事で、うん、この道路工事やったりとか、はい、あと、まあ、眠たくなったらその頃まで道路があったかいから道路でよく寝ると気持ちいいんですよ、意外とね、アスファルトがあったかいし、地熱岩盤浴みたいな、うん、で5時に出て家に6時に帰って、またもうすぐ行ってっていうね、だからね、5時に寝て12時だから、まあ、10時半か11時ぐらい寝て、ほんで行くってのが、公演の時はすごいやっぱりいつも眠たかったですね。あ、そうですか、すごいね、そういうのがありましたけどね。あ、ごめんなさい、涙出てきちゃって、ごめんなさい、ね、いや、高さん、泣いてない、泣いてない、ごめんなさい、泣いてないですよいやいや、申し訳ない、今思うとなかなかの決断力ですよね。そうでしたよ。で欠品はゆあそれで、はい、あ、まだいいんです、どうぞどうぞ。で結局大山っていうところに、まあ、稽古場があって、板橋の、はい、で帰りが僕は中野だったから池袋とかなんかで、途中で、池袋でじゃあバイトしようっていうね、はい、ハリウッドっていうところでのボーイを、キャバレーですか、うん、1年そうね、会社辞めて1年ぐらい、はい、で来たら、そしたらそのやってる途中に3、4人の、はい、あれが男が入ってきて、はい、それが会社行ってた時のしょっちゅう時元行ってた時の、はい、下請け業者で社長さんなのよ。お付き合いがある、そう付き合いがあった、いつもその社長さんにもうかなりゆるゆるやってたんだけど、で社長さん、あ、え、うん、高田君あれ、なんか、あ、どうしたのって、どうしたのって言うけど、そこでなかなかほら、うん、そうですね、まあ、言えないから、いやいや、もうちょっといろいろありましてなんてことで、ほんでやったらやっぱ社長さんも気まずかったんだろうね。まあそうですね、すぐなんかちょっと帰っちゃう、お店帰る、うん、もう少しいればちょっと綺麗な子手当てしたんですけどねいや、それは一番こっぱずかしかった、恥ずかしかった、まだちょっと自分が何者でもないから、うん、で、うん、まあ、もうその芝居をやってるってのもその時言わないし、同意、うん、はい、さんやっていながら社長さんはどっかの会社に行ってると思ってたから、いや、その時はね、途中から一緒の同僚とやってたんだけど、ちょっと担当変わってくれないかなと思ってね、はい、ああそうですか、言っちゃうね、ちょっとそれはね、うん、なんかちょっとこっぱずかしかったね。いやでもまあ青春の、そうそう青春の間だけどね、いちいちね芝居やっててどうのこうのってみんなお客さんいるのに、うん、ね、ちょっと言うのも、うん、違いますもんね、なんだからね、なんだ意外と苦労してるな僕な、いやそうですよ、ねえ、ほろ苦い、ほろ苦い、高田さんの真面目な話、そう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 、もう今日逃したら二度と聞けないよ、そうですよ、だって奥さんと娘もいるのにさ、お付き合いのあるさ業者さんの女の子口説こうと思ってさ、新宿のポルカ行ってる段階でおかしいもんね、おかしいですよね、そういえばそうですよね、だからね、僕ね、おじいちゃんから真面目な話はするなって言われてるんですキャラクターじゃないかなってちょいちょい破綻しちゃうから改めまして、今日の日曜天国はゲストに高田純次さんをお迎えしています。高田さんの著作です、最後の適当日記かっこ仮、ダイヤモンド社から税込み1430円で発売中です。記事を目前とした1年間の日記をベースに過去の人生を語るのか語らないのか、もう終始ニヤニヤが止まらない一冊です。ぜひご一読ください。どうも申し訳ないです。メールも来てまして、18歳
お若い方です。若い方か、はい、高田純次さんってめちゃめちゃ面白いですね、うん、自分は高田さんのことを散歩の達人だと思っていましたが、うん、トークを聞いているとトークの達人だと思いますっていう。いい子だね、これってか18歳で物分かってるね。そう、多分きっと若い人はあのやっぱり散歩している高田さんみたいなイメージがやっぱり強いんじゃないですかね、きっとね。嬉しいですよね。嬉しいですよね、うん、そういう意味だよね。伊勢原市のコアラさん、先月我が家に純散歩で純次さんがいらっしゃいました。放送はまだですが、とてもとても寒い雨の日、純次さんは家の近くにあるジェラート屋から散歩の途中、我が家の野菜直売所によって老夫婦、主人の両親とおしゃべりを楽しみ、近所の牧場に行きメンチカツを召し上がったようです。こんな寒い日に朝から大変だなと思いましたが、さよならするときに気をつけて頑張ってくださいと手を振っていらっしゃいました。風邪など召されていませんですか。これからも応援しています。とてもダンディーでかっこよかったです。あら、いいね。ただ俺昨日のこともほとんど忘れちゃってるからな。いやいや、覚えてますでしょ。そうか、さて高田さん、はい、適当順次の青春日記おしまいは水と軽いサラダ油、これは奥様とのお話ですか。そう、話してて、その大した話はないんだけどね。あ、そうですか。まあ今もほとんど77で、一つ下76か5だから、もうねほとんど喋ることもないしね。そうですか、うん、付き合うきっかけはなんか初デートですごくいい、なんかやっぱ思い出があったから、ね、いい思い出とかふざけた話ですよ。その女房の初デートの時はさ、はい、うん、ニットのワンピースで、あれおしゃれ、95、60、95ぐらいで、あれそれでノーブラで来やがってさ。え、そうなんですか。そりゃルールやんだよね。お前がそれで来るんだったら俺ふんどしかティーバッグで行ったのにさ。本当それは冗談ですよね。いや本当、本当、うん、俺は別に、うん、あの別にふんどしあれじゃ行かなかったけど、ええ、その時あれやっぱのニットのノーブラでね。あ、おしゃれだったんですね。おしゃれかどうか分かんないけどさ、だからほとんど顔覚えてませんよ、女房の顔。スタイル失敗したなと思って、スタイルが、でも今もうお孫さんもいるんですよね。そうなんですよ、もう中学もう3年、あ、来年はそうか、もう高校受験か。あ、そうですか。あ、高校受験、あ、そうだね、今年今4月か5月ですよね。そうですよ。あ、じゃあ3年になったかな。今中学校3年生ですか。3年男の子ですか。女なんですよ。女の子、まだはっきり見てないけど多分女だと思うんです。見てますでしょ。可愛いですね。可愛いんだ。いや、でその小学校の5年かなんかの時の、なんか学校の何になりたいっていうので、はい、その孫が恐竜って書いた時だよね。いやすごいなと思いました。変わってるというかさ、女の子で恐竜、今さすがに書かないみたいですけど、ね、書いたらちょっとおかしなことになります。でも覚醒遺伝なんて言って比較的におじいちゃん、おばあちゃんの才能受け継ぐなんて言いますから。あ、じゃあ恐竜になっちゃうのかな。違いますでしょ。話聞いてくださいよ。高田さんにね似てるかも。今日はゲストに高田純次さんをお迎えしました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。すいません、取り留めもなくて申し訳ないです。安住紳一郎の日曜天国。鶴は千年、亀は万年、鯛は天然、私中年。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 今日は母さんの愉快な話、皆さんからメッセージいただいています。墨田区の忘れた傘が見つかったさん、30代女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。もう何年か前のことですが、ディズニーランドに行った私の弟が母にお土産を買ってきました、はい、ミッキーの漫画のような絵が描かれたマグカップでした。うん、いいね。いいですね。母はありがとうと喜び、続けてここに母って書いてあるからこれにしてくれたのと言っています。うん、弟はえとなり、近くにいた兄弟もん、マグカップを覗き込みました。はい、母はえ違うのという顔でミッキーの顔の横の母という文字を指さしていました。お母さん、それはミッキーの笑い声だよと兄弟が大笑い。今思い出しても薬としてしまう母の愉快な勘違いでした。そうね、うん、どうしてもアメリカの漫画とかね、ハハハハとかなるもんね。HAHA なんてね。あ、うん、いいですね。いいね。そう思っててもいいですよね。そう思っててもいいかな。うんうん、母なんてね、母はなんですね。あ、3個目はね、3個目、うん、母はでもいいね。母は、母は
ネガティブな娘さん、ありがとうございます。今年1月姉の結婚式がありました。結婚式のケーキ入刀の後のファーストバイトありますね。大きなスプーンで ね、こうお互い新郎新婦でケーキを食べさせ合うのかな ね。ファーストバイトの際、一番大きな声を出して盛り上げていたのは新婦の母でした、その後新郎の友達のテーブルに日本酒を持って行って、君らの盛り上げ足りないよと説教していました。最高です、最高ね、面白い、いいよね、結婚式面白いよね。そうそう、ちょっとファーストバイトね、まだ盛り上げ方わからなかったりするからさ、ね、そうですね、慣れない演目だったりすると、そうです、会場の皆さんであーんって言ってくださいみたいな、ちょっと恥ずかしいから言わないみたいな、あーんって熊谷市のふりかけ酒味さん、44歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。今から30年前、まだ珍しかったインドの人が経営するカレー屋に母が友人と訪れた時の話です。母はチキンカレーを頼みました。すると店員さんがなんでと聞いてきたそうです。まさか注文に理由を聞かれると思っていなかった母は、美味しそうだから、チキンが好きだから、この2択で迷ったと言います。どちらが正解なのか分からず、一か八かで美味しそうだからと答えたそうです。皆さんお察しの通り、なんで食べますか、ライスでですかということだったのです。店員さんに訂正され、とても恥ずかしかったと母は言います。どっちを答えたにしても不正解だったねと、その話を聞いてみんなで大笑いしました。倍なんてことでね、そっか、なんでご飯でいただくか、なんと食べるかってことですね。まあでも30年前だったらそうなるよね。そうですよ、そうですよ。なんなんてもう最近覚えたもんね。そうですよ。兵庫県のこけしさん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。私の母は常に行き急いでいます。すごい書き出したね。いいですね、いいね、すごいね。トンネルを抜けるとそこは雪国だったくらいのインパクトね。本当にいい時だし、私の母は常に行き急いでいます。昔から自転車は爆速で、こけしちゃんのお母さん昨日もめちゃくちゃ速かったよと近所の人から声をかけられるほどでした、今私は実家を離れて一人暮らしなのですが、実家に帰った時、母の買い物を手伝うために母とスーパーを回ります、はい、スーパーの中にパン屋さんが入っているのですが、パン屋さんの前を通りながらよろしくと叫び走り去る母、それに OK と答える店員さん、なんだと思っていると、買い物を済ませて帰るときにはあら不思議、食パン11枚切りが完成していました。パンもドライブスルー式です。もう少しゆっくり生きてください。頼んどくんだ、もうね、常連だからもう、もうそのスーパーのパン屋さん、魚屋さん、お肉屋さんのコーナーもう一周するときにもう先にこう歩きながら注文しちゃう。いつもの通り切っといてね、いいね、いいですね。ちょっとでも家族にしてみるとね、ゆっくり頼んだらっていう気持ちにもなるだろうね。そうでしょうね。杉並区の9時2分44秒さん、あら久しぶり、ありがとうございます。ありがとうございます。母が勤めていた会社では年に一度大きなホテルを貸し切って行う忘年会がありました。いいね。忘年会の目玉は豪華賞品が当たるくじ引き大会、一等はペア旅行券です。毎年参加していましたが、一度も当たったことはありません。なんでこの人子供でついてったのかな、きっとね、当時ね。忘年会も終盤になったあたりで、私は会場の外で少し休んでいました。すると中からものすごい歓声と雄たけびが聞こえます。慌てて会場に戻ると、番号札を高く高く掲げ、興奮気味に会場の真ん真ん中でぴょんぴょん飛び跳ねながら進む母の姿が見え隠れしています。私も嬉しくなって、当たったんだ旅行券、お母さんおめでとうと叫びながらステージ前まで行きました、はい、すると司会の方が、素晴らしいリアクションです、まるで一等が当たったみたいです。そう言って8等の賞金を母に手渡していました。大人になった今、私も母の要求を受け継いでいます。いいね、いいです、絶対いい、グッときちゃうね、本当です、こういうねリアクションいい人いい、幸せです、すごいいい、一等が当たったようです。そう、八等ですみたいな。そう、みんな幸せ。入間市の少数精鋭部隊さん、52歳男性の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。小学生の時、初めて家族で焼肉食べ放題のお店に行きました。そこはお肉はもちろん、お寿司、フルーツ、アイスも食べ放題。
お祭りの屋台のようなセットで焼きそばや綿菓子もありました。楽しそうですね。私と妹と弟は3人兄弟、嬉しくて見たこともない太さのウインナーや焼きそば、フルーツを山盛りにしてテーブルに戻ってきました。すると皿を見た母が鬼の形相で、あなたたちそんないつでも食べられるものじゃなくて肉を食べなさい、肉を、めったにないチャンスなんだから、と言いました。あまりの迫力に弟はその場で泣いていました。帰りの車の中でも母の怒りは収まらず、あなたたち何考えてんの、こういう時は肉を食べなきゃダメなの、焼きそばなんていつでも食べられるじゃないバカ、とずっと説教されました。妹も泣いていました。家族で焼肉食べ放題に行った最後の出来事でした。よくプレゼントなどで当選者が家族で焼肉食べに行きますなどと言っているのを聞くと胸がギュッとなります。たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、天の道は招かずして自ら来たり、戦前としてよく測る天網開会祖にして漏らさず、腹板は招かずして自ら来たり、忽然とよく起こるお腹キュルキュル、それでも漏らさず。お聞きの放送は TBS ラジオ905954。TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。それでは1994年平成4年発売、山下達郎さん、パレードに乗せて、今日の当選者の発表です。日天オリジナルノートの当選者は、東京都の昭和歌謡大好きちゃん、東村山の新参者さん、神奈川県川崎市のコアコアコアラさん、使い切りお化けさん、足首グラグラさん、そしてカルピスセットの当選者は、府中市の絶賛腰痛療養中さん、横浜市の末っ子四男坊さん、そして歌丸子さんです。おめでとうございます。今日の日曜天国、プロデューサー後藤優、番組ディレクター新秋夫、田中健志郎、佐藤和垣、テクニカルディレクター大沢春美、アシスタントディレクター宮内蓮、構成佐藤健、布広太一、大中マリア、佐野ゆずき、山田凛太郎、スタジオ担当は安住紳一郎と中澤由美子でした。月曜日は雨になるという予報が出ています。かなりまとまった雨ということで、週の頭少しね、気が重くなるかもしれませんが、元気を出してまた来週1週間過ごしてください。それでは今日はこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。5月19日のゲストはアリの研究者、村上隆弘さんです。メッセージテーマは、自分が注目を集めた話。皆さんからのお便りお待ちしています。